僕はこんな時間まで必死に働いてきたんだよ。働いてきたら約束破ってもいいの？今日は必ず一緒にご飯食べながら話そうって言ったの覚えてないの？なんで約束なんかするのよ。だったら仕事だけしてればいいじゃない。約束はなんでするの？なんでいつも私だけ心配して私だけ待ってなきゃいけないのよ。僕だって大変なんだよ。好きでこんな生活してると思ってんの？どうせ家で会うじゃん。忙しくて約束が守れない時だってあるでしょ。なんでそんなことも分かってくれないんだよ。じゃあ結局私のせいだっていうの？ベニー、僕はそんなこと言いたいんじゃないよ。先輩、先輩、그냥미안하다고하면안돼。내가더힘든게뭔지알아？사과받아야할사람을더나쁜사람으로만드는거야。네가잘못한게맞잖아。네가나신경안쓰고혼자내버려두게맞잖아。내가몇번을말해？제발혼자내버려두지말라고。여긴외국이고난네가없으면혼자란말이야。왜왜난이렇게혼자내버려두고이렇게외롭게만들어？私たちもう別れよう。ベニー、私もう疲れちゃった。これ以上こんなの無理だよ。